こんにちは、音色の紡ぎ手日賀あかねです。今日は私がやっているピアノセッションについてお話しさせていただこうと思います。音楽の魔法を肌で直に感じてほしい、あとはその音楽でいかに私たちが癒されるかというのを皆さんに知っていただきたいなと思って始めたピアノセッションなんですが、題は音楽の魔法ピアノセッション、音の処方箋ピアノで奏でるあなたのメロディーと題して行っています。でそもそもこれを考えたきっかけといいますのが、私が普段から、子どもの頃からですね、自分がなんかむしゃくしゃした時だとか、気分が晴れないなっていう時、もしくはすごく疲れたなっていう時に、自然といつもピアノを弾いていたんですね。ピアノを弾けばその気持ちが晴れるっていうような気持ちがいつもありまして、それでピアノに向かっていると、そのしばらく弾いているうちに何だか気持ちがこう安らいで元の自分に戻れるという感覚がありました。でそれを日々やっていたんですけれども、今でもそうした時にふと思ったのが、私はこう自分自身で身をもってピアノをこう弾いたり聴いたりすることで癒されるという経験があるんだけれども、もしかしたらこれって私だけじゃなくて他の人も同じようにこの音楽で癒されるんじゃないかなというところから思いつきで、私がその方をイメージして即興でピアノを弾くことで、その方自身が癒されるんじゃないかなという思いがありまして、それで始めました。